内記は、律令制において、中塚佐章に属した品官。東名は、貴巨郎、中華。和訓は、うちの印塚佐。内記は、中塚佐章直属の官で、章直、専名、を息の基礎、天皇の行動記録を職章としていた。そのため、文筆の上手い官民や学者が、優先的に就任し、大内記は、貴伝道の国家試験合格者に限定されていた。 ところが、平安時代に入ると、内記の役割が、徐々に衰退していくことになる。内記は、天皇の公的な行動記録を残すことを、職象としており、私的空間である代理に立ち入ることはできなかった。ところが、蔵人書が設置されて、蔵人には代理への立ち入りが認められたために、天皇は蔵人を通じて、大上官に命令を下すようになり、 宮中行事などを除いて天皇が代理の外に出る必要性がなくなったために、結果的には天皇と内気の接触が減少したことにより、行動記録の触小を失った。さらに大上官の命令を起訴する劇が勢力を拡大して、小直起訴の触小を奪ったことが重なり、その役割を失っていったのである。中塚佐将直属の官として四等官からは独立しており、 和し、事務所は、内気局と呼ばれる。内気局は左平人の南側にあったとされている。また、中国の寄居中に倣って、天皇の日々の同棲についての記録を取って、内気日記としてまとめられていたが、前述の理由により、平安時代後期には行われなくなり、現在は一部の一文以外は残されていない。ありがとうございます。